ここなんか値引きシール貼ってあるけど、あ、値引きシールではない。右手に見えますのが謎のロケットとか。わあ、ここもいっぱいケバケバしてるね。ケバケバしてるってなんだ。やっほーほー、ひめみかんチャンネルのひめちゃんことごそり姫です。今回もスプラトゥーンのヒロモンド続きやっていきたいと思います。で、前回言ってた通り、こちらのね、まだ終わってないところを頑張ってクリアしていきたいと思います。で、どうやって行けばいいのこれ。だってこれ届かないでしょ。これ届かないよね。うん、そう、届かないと思う。これよし、あ、これこれ、これけんな。お、なんかあるよ。あ、置物。いや、ここ行けてもさ、あっちが行けなくない。こじゃくちゃんどうしたの、そんなとこで黄昏れて。かわいいな。あ、ここ。これ、いけるな。これが解除されても、こっち側通れるようになっただけだな。え？あ？あ、いけるじゃん、これで。あ、いけるじゃん。ここもいけるね。お、いけるじゃないか。あ、ここになんかある。パリーンと。おー、いいね。え、で、あそこは、ここなんか値引きシール貼ってあるけど、あ、値引きシールではない。ドーン、帽子解除。よし、なんか取れた。あなたですか。ああ、帽子取ってくれてありがとうっていうこと。んなわけないやろって。お、なんかあるね。パリーンと。で、これさ、絶対足りない。ほら、1400も使うの。で、あとやってないの、ここだけしか見られないけど、うん、2つでのこれだけに見えるけど、あとこの中になんかあるかもね。それだけかな。この島の最後が見えてきたかもしれない。よし、じゃあやりますか、これ。ぴょんぴょん。あれ？夜景に包まれ響き合うレジデンス協奏曲。時間いっぱい行きましょう。え？これ大丈夫かな？頑張りますけども。武器は？え？ 1 分間生き延びる。え？ちょっと待って、武器なんもないの？え？ちょっとやってみるしかないけど、あ、あ、え、武器なしでどうやっの？やってみるしかないんだろうけど。え、よー、あ、そういうこと。この音ゲーみたいな感じ。ああ！あ、踏んだ。ああ！チェックポイントからでいいですか？
クリアはクリアですから、はい、よかった、いけたね。多分これだよね、最後の一個がこれなんじゃないの、これしよう。じゃあ相変わらずそこ好きね。ってことで、多分このエリア終わったっぽいので、終わってなかったらちょっとコメントください。ってことで、次行っちゃおうか。いや、このエリア、これが最後のステージだと思ってなかったから。レッツゴー！おー、このパイプ他のサイトへ行くのにちょうどいいね。右手に見えますのが謎のロケットとか、そろそろ着くよ、気合入れてこう。安心な、なんだ、さっきのとことはまた雰囲気違う感じやね。むむ、3個。一番高いところに強い反応があるよ。おじいちゃんかもしれんし、調べに行く。おじいちゃんか。いや、今までお世話になりました。では、私は次からここのステージを頑張ってやっていきたいと思います。早速見るか。わあ、ここもいっぱいケバケバしてるね。ケバケバしてるってなんだ？せっかくこっちのエリア来たから、そこの手前の1個だけやって、今回終わりにしようかな。ね、ちょっと気をつけてね、サンゴ。ん？人生にメリーゴーランドのような花や、花や、え？花やぎを？ん？回転に気をつけてゴールしましょう。はい。じゃあ、これをラストにやりたいと思います。ヒーロー装備とスプラスピナーとロングブラスター、もちろんヒーロー装備でお願いします。あとの2つ使いこなせないので、はい、じゃあこのステージ行きたいと思います。入場料無料なんでね。回転に気をつけ、回転に気をつけ。おお、バイバイ。来た、進むんでいいのかな。
でもそういうことだよな。わかんないよー。ジャンプポイント、ピョン。狙われてる狙われてる狙われてる。どっから、え、上から、下から、下からじゃないよね、どう見てもね。上からだね。ちょっと待って、いや無理無理、届かん、届かない。後ろ注意だよ。で後ろに注意しながら進みたいと思います。チェックポイントね。でね、こっちのエリアに来たんですか。あれ、お姉さん、お姉さんここにいるね。エリアに来て、せっかくなんで一ステージだけありましたが、いやー大変だね。またこっちのエリアもなかなかいっぱいケバケバしてるので、全部このケバインクを除去できるように頑張ってやりたいと思います。ではでは、今回はこの辺までにしたいと思いまーす。今回もご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いしまーす。次回の配信もお楽しみに。投稿か。じゃあね。またね。